雑に入り組んだ道の駅界隈に鋭いメスを入れ、さまざまな謎や疑問を徹底的に究明する探偵道の駅スクープ。私が局長のスーザンです。そして秘書のダンペイです。当探偵局では視聴者のご依頼に基づき、直ちに優秀な探偵を派遣し、真相の究明に当たります。では今回の依頼に参りましょう。まず最初は神奈川県にお住まいの森谷幸勝さん、52歳、元道の駅旅案内全国地図編集長からのご依頼です。モーリーじゃないですか。何ですか、この茶番は。森谷幸勝さんです。僕初めて52歳で知りました。道の駅は2023年に登録から30周年を迎えました。全国各地におよそ1200箇所あり、シンボルマークも見慣れたものになりました。しかし、どんなに調べても、あのシンボルマークがどのように生まれたのかはわかりません。国土交通省が著作権を持っているそうですが、どこかにあのマークをデザインした人がいるはずです。どうか、一緒にデザインした人を探していただけないでしょうか、といったご依頼です、局長。いやいやいや、無理でしょ。モーリーがわからないでしょ。無理です、これは。無理。終わり。そうなんですよ。手がかりが30年前ね、ほとんどないということですよ。じゃあ無理でしょ。じゃあ無理無理無理。30年もわかんないで、無理です。30年時を経て無理です。あの、分かってるのはですね、はい、一般に公募されたということと、うん、1993年の最初の登録に合わせて発表されたということ、まあ、そのあたりの情報をもとに私が調べてまいりました。あ、じゃあ結局モーリーが調べたってことですね。はい、なるほど。前半のやつ何だったんですか。茶番必要です。茶番です。茶番です。茶番。ということで VTR ご覧ください。今回制作者を調べるにあたって、まず当時の資料を探しました。一般に公募された資料を探したところ、1992年に出版された建設系の専門誌の中に、道の駅の案内板デザイン等を募集という公募文書を発見しました。それによると、以下の3点を含んだ提案での募集だったことが分かりました。道の駅であることを示す記号、個別の駅名、道の駅までの距離。応募の締め切りは1992年の10月3日まで。送付先は道路保全技術センターの道の駅懇談会事務局でした。これをもとに入選発表の記事を探してみました。こちらが当時の記事です。1992年の12月の道の駅懇談会で、応募作品962点の中から特選として選ばれたのは、岩手県の市川さんという方のようです。1993年1月に建設省で表彰を行うという記載があります。しかし、以降、市川さんに関する情報は一切世に出てくることはありませんでした。これは建設省、現在の国土交通省が著作権を持ち、商標登録をしているため、発案者の情報は公的な発信の中には一切出てきていないようです。我々は調査の中で、市川さんが岩手県の花巻市にお住まいだったという事実から、様々な情報を検索して特定できないか試みました。すると、今回ですね、ご本人とお話をしまして、うん、なんとこのチャンネルに出演いただけることになりました。すごいじゃん。よく見つけましたね。すごすぎますって。え、別に一般の方ですよ。一般の方で。話飛びすぎですよ、ほんで。あの、なんか、普通探し当てるなんか部位あったりしません、そんな。ないんですか、そういうの。すごいな。いやいやいや。じゃあ、それではお呼びしましょう。道の駅シンボルマークのデザインをされた市川さんです。市川さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。まずですね、市川さんにたどり着くのは大変でした。よくたどり着きましたね。まあ、経緯はちょっとね、あのこちらの方で、はい、ご紹介させていただいておりますが、はい、市川、誠司さんとお読みすればよろしいですかね。はい、はいはい、そうです。で、実際この道の駅のシンボルマークをデザインされたのが1992年ですかね、はい、もう30年以上前ですかね。はい、で、この
デザインをされた経緯ってどんな感じでやられた感じだったんですか？はい、当時、私市役所に勤務してるんですけども、市役所の最初の勤務先が土木課っていう、道路担当のところでして、そこで3年間勤務しました。で、実はもう移動してたんですけど、その時その土木課の同僚だった友人から、今度こういうなんか道の駅っていうのができるらしいと、で、ちょっとこうシンボルマークを公募してるんだよっていうような話を聞きまして、当時私はなんて言うんでしょうね、その土木家とかでもちょっとしたデザインとかですね、なんかこう看板を書いたりとかやってたもんですから、そういうの得意だろうということで、友人がこんなのあるぞっていう話を持ってきてくれまして、それでちょっと考えてみて、応募したというのが経緯です。はいはい、実際どうですか、その道の駅ってまだその形にもなってないものだったと思うんですけど、はいはい、どんなイメージでこのデザインって考えられたんですか？はい、そうですね、かなりこじつけみたいなもんですけども、とにかくその当時は何て言うんですか、高速道路のサービスエリアみたいなのが一般の国道にできますよということで、ドライバーのための休憩施設ですと、あとなんか情報をこう、なんて言いますか、こう情報センターみたいなものですということで、まずトイレが分かるような、トイレの感じのこう人のデザインを建物の中に入れて、でインフォメーションっていう愛っていうのも表して、あと駐車場とかキーとかをこう配置して、一目で分かりやすくというような、いろんなこじつけですけどもね、考えてやったと思います。はい、はい、なるほど。 あれって漢字の道をモチーフにしてるんですか？はい、道というのもイメージも一応つけましたけども、道にしてちょっともうちょいちょんちょんと上にあった方がいいかなとかですね。 あと木も実は今2本の木が立ってるんですけども、私1本で描いたようなつもりっぽいですよね。多少こうデザインこうアレンジして ああいう形になってるんで、そこはちゃんとした先生方がこの方が見やすいだろうということで、多分こう若干修正をしたんだと思います。バックのカラー、はい、青色じゃないですか。はいはい、あそこら辺も市川さんが、ですね、応募したのは A4 の紙で、なんかこう応募したような気がするんですけども、それはちゃんと青で四角く囲って、当時の受賞式の冊子っていうのがあるんですけども、中山って書いてるほぼこれと同じく、全くこの中山まで書いて出した覚えがあるんで、へー、はいはいはい、外枠まで書いて出したような気がしますね。なるほど、じゃあもう本当に看板の状態で提案されたってことですね。すげえ、はい、ははははは。実はうちの近くに中山街道っていうのがありまして、これから工事をするような計画の山の中を通って隣の町に行くようなところなんですね。それ実は今もうまだ工事してるんです、トンネル何本も。そういう中山峠っていうところを工事
これからしようということがありまして、それを、まあ、道路担当なんかの時もやってたもんですから中山がいいかなと思って書きました。そういうことがあったんですね。これ手書きでしたから当時出したのは。はい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 、このだから30年前にこの、はい、そのマーク作られたと思うんですけど、はい、その30年経って今更って言ったらあれですけど、僕らはこういうインタビューをお願いしますって言ったわけじゃないですか。それ聞いた時、はいはいはい、どう思いましたか？あ、そうですね、まあ30年、まあ当時はですね、道の駅っていうのはなかったわけで、全然イメージ、もう、まあ、高速道路のサービスエリアみたいなのができるかなっていうぐらいの感覚でしたね。今も、全国各地、まあ、私の住んでる花巻市にも4つ道の駅があります。そういうような感じで、もうなんていうんですかね、どこに行っても道の駅がある。またその看板もこうあるわけですけども、まあ、そういうのを見ますと、そうですね、最初の頃はやっぱりすごいもう珍しくて、あっと思ってたんですけども、最近はもうあまり気にならなくなってしまいましたね。自分が書いたっていうイメージはもうないというか、もう一般的なものっていう感じになっちゃいましたね。うん。デザインとかはお好きだったんですか？そうですね、これ以外もいろいろを出したりはしてたんですね。例えば何かのシンボルマークとかですね、ただこれぐらい当たったのはなくて、まあ佳作とかでテレホンカードをもらったりとかですね、まあ入賞して、入賞したりなんかするのもありました。そんなのもやってたもんですから、まあ得意というか、まあそうですね、そういうのもあって、同僚が市川さんもやってみたらっていうことを言ってくれたっていうのもあったと思います。実際これ表彰とかされて、なんか表彰式みたいなのやられたりしたみたいですけど、どんな感じだったんですか？はいはい、ですね、まあ当時、そうですね、先ほど写真に書いてるこの、まあこんな感じ見ますかね、大臣室でですね、大臣室で表彰を受けました。国交省じゃなくても大臣室に入る機会なんていうのはまずないですね。私三十何年止めましたけど、国の大臣に会う機会なんていうのはなかったですね。この時はまだ20代ですのでですね、実は当時市役所に勤務してたわけですけど、まあ個人的なこの、まあ応募で、まあ受賞したっていうことで、そんな大々的にしないで行ったんですけども、まあ受賞して新聞とかに載ったりなんかしますし、国交省からもこういう、国交省建設省ですので、ね、こういう情報が来てですね、市長とか条約とかから、ちょっと怒られましたね。ちゃんと言っていけと言えば自分も言ったというついてたんだということ、まあ今考えればそれはなんか使えますもんね、というふうなことを言われました。当時はまあ私も若かったもんですから、あまりそんな周りのことを考えられなかったもんでですね、そんなのがありました。これ特選入るとなんかいただけたんですか？はい、その賞金とか賞品とか。はい、賞状とですね、時計を賞品なんですかね、こんな時計なんですけども、こんな時計で、このなんか書いてるんですよ。おー、すごいすげえ道の駅
平成5年1月18日って書いてますけど。あーすごい、すごい貴重、貴重ですよ、ね、なんかやばいやばい、すごい高そうな、いやーやばいですよそれ、ね、うん、そう、もらいましたこれと、あとは賞金をもう30万円賞金ということでですね、まあ、当時はまあすごかったと思いますね。あれですよね、そこから全国にこの看板を使われても、うん、石川さんのとこには何か入ったりするんですか？あとは何も入りませんもうなんていうんですかね、著作権的なものはもう国交省の方に、差し上げるというと変ですけども、その賞金30万で、まあ、おしまいなんですね。まあ、これだけたくさんできるとも思いませんでしたけども、まあでもね、もしかしたらもっと1個あたりいくらってしてればもっと、うん、そうそう今とんでもないですよ一駅作るたびに一駅1万で1000万ですから、ね、すごいそうねまあはいはい、市川さんはもうこういう絵は描かれないんですか？仕事で例えば前は広報なんかもやったりした時なんかはこうレイアウトとかいろいろやるとかですね、印刷物を作る時にはいろんなことやったりとか、まあ、仕事上はしてますけど、個人的にというかは最近はちょっと忙しくてあまりやってないですね。ぜひなんか今回のインタビューを機にじゃないですけど、またなんかやってほしいですね。ああそうですね、はい、ええ、なんか高い賞金のもあったら教えてください賞金稼ぎだもん。あれですか、市川さんは道の駅巡りみたいなことはしないんですか？はいはい、ああはい、そうですね、まあ結構岩手県にもたくさんありまして、まあ当然こう少し歩いた時って道の駅にまあ寄るじゃないですかね、そんなので寄ったりはしますけども、やっぱりわざわざこの道の駅巡り的なことっていうのは今はやってないんですけども、まあ少し落ち着いてゆっくりできるようになったらば、少しこう遠くのたくさん話題になってる道の駅ありますもんね、そういうところに行って、ちょっと回ってみようかななんていうのは思ってますね、はい、すいません、今日はお忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。皆さんも頑張ってください。これでもう道の駅の PR よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。画面映った時からめちゃくちゃ優しそうな人だなと思ってでも喋ってみたらやっぱりそのなんか俺が作ったんだみたいな感じじゃなくて、ね、ほんと人が出てるなと思って。人ですよね。で、意外と30年経ってたら自分のもんじゃないってもうなっちゃうんですよ。そこするとびっくりしましたね。だって男性が生まれた時ですよ、そうなんですよ。そうか、1993年1月は僕の生まれた月と月、ほんの一緒ですからね。同じ歴史を歩んでる。そうよ、道の駅のマークと向こうは立派になってる。俺なんて、俺なんてさ、お前が計る、俺なんてさ。でもまあやっぱり市川さんの人柄だからこそ温かみのあるシンボルマークになった気がしますね。それが皆さんから愛されてマニアができてるっていう感じがしますね。ありますね。他にも道の駅の謎や疑問はたくさんあると思いますので、ぜひコメント欄に調査依頼いただければと思います。